今回はフライなしでテントだけで宿泊をしてみようと思います。フライなしの場合だとどれぐらい結露が発生しないかというのをちょっと調べたかったというのがあるので、今回のような内容にしました。ちょっと中を見てみましょう。こんな感じですね。荷物置き場と寝るスペース、シュラフカバーとモンベルのダウン、ファイントラックの河川綿の寝袋、その下にニーモのマットと Z レストと薄いマットですね。ちなみにこちらは、ビーコのエアライズ、これはフライを張って通常設営してます。ビーコはすき焼きです。羨ましい。イエーイ。まず肉を。うまそう。あとはカット野菜に締めのうどん。やっぱり上高地からこれぐらいやった方がいいね。いやそうですよ。一気に反省です。今回の私的な山ご飯はこちらです、前回の高尾山に続き関西風だし鍋焼きうどんとおにぎりは牛飯。これは牛飯と昆布しか売ってなかったので選択肢がなかったですね。これをうどんを食べた後に雑炊にしてまた食べます。それでは作っていきます。じゃあ、ビーコさん完成しました。いただきます。はい、じゃあ見てみましょう。おお、なんじゃこりゃ。いや、うまそう。すき焼きです。あ、卵まで。はい、じゃあ召し上がってください。おめでとうございます。最高。おいしいな。あっという間に食べれてます。